ジェインエアは1996年のフランス、イタリア、イギリス、アメリカのドラマ映画。監督はフランコ・ゼフィ・レッリ。出演はシャルロット・ゲンズブールとイリアム・ハートなど。シャーロット・ブロンテの同名小説を映画化。舞台は19世紀のイギリス。生後すぐに両親を失ったジェインエアはおじであるリードの屋敷で育ったが、リードの死後。 その夫人と子供たちはジェインを激しく差別した。10歳になると、ジェインは、事前学校のローウッド学院に追いやられた。19世紀の女性としては珍しいほど臆せず、率直に発言するジェインは、厳格で古風な女学院でも、反抗的だと敷いたげられた。親しくなったのは、優しいテンプル先生と、同級生のヘレンだけだったが、ヘレンは、結核で亡くなってしまった。 冷酷な校長たちは、咳込むヘレンを医者に見せようともしなかったのだ。ローウッド学院で成長し、最後の2年間は教師として勤めた後、ジェインは家庭教師の職を得て、離れがたいテンプル先生に別れを告げた。フランスから貴族のロチェスターに引き取られてきたアデールという少女の教師として雇われたのだ。ロチェスターとアデールが住むソーンフィールド邸は豪華だが、寂しい館で、 使用人も少なかった。館の中では、時折不気味な笑い声が響き、不審火や、客のメイソンが何者かに刺されるなどの事件が続いた。ことが起こるたびに、ジェインに助けられるロチェスター。やがて二人は身分を超えて惹かれ、愛、ロチェスターはジェインに結婚を申し込んだ。純白の花嫁衣装で、結婚式に臨むジェイン。だが、メイソンが異議を申し立て、式は中断された。 妹のバーサこそが、ロチスターの妻であると主張するメイソン。ロチスターは父親に強制された、政略結婚で、精神に異常のあるバーサを妻としていたのだ。バーサが今も、ソーンフィールド邸に遊兵されていることを知ったジェインは、花嫁衣装を脱ぎ、館を後にした。牧師の一家であるリバース家に身を寄せたジェインは、自分が、暴風の弟から、 莫大な遺産を相続したことを聞かされる。静かな新生活の中でも、ロチェスターを忘れられないジェインは、現状で彼の呼ぶ声を聞き、たまらずソーンフィールド邸に戻った。そこで初めて館の家事を知ったジェインは、失明して弱気になったロチェスターに変わらぬ愛を語り、館に残ることを誓うのだった。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。